広く浅いチャンネル。皆さんこんにちは、広く浅いチャンネルです。今回はですね、車の消耗品についてですね、少し話していきたいなと思ってます。車って何かと消耗品ってあるじゃないですか。例えばこのタイヤですよね。タイヤの方も結構乗ってる人だと年に数回とか、そんなに乗らない人でも車検のタイミングで変えるとか、4、5年に1回とか、交換の時期がねどうしても来ちゃうと思うんです。しかもタイヤって高いじゃないですか。でそこをね、皆さんどうやって変えてますかって話なんですけど、自分はですねインターネットで購入して交換してます。皆さんどんな感じですかね。車を購入したカーディーラーでしょうか、それともカー用品店でしょうか、それともタイヤメーカーが直営で運営しているタイヤ専門店でしょうか。その辺の3つのどっかでね買えるって方が多いのかなと思います。実際ね、会社でね聞いてみても、ネットで買ってやってる人はですね意外と少ないんですよね。なんでかっていうと面倒くさそうとかいう意見が多いので、今回ねちょっと紹介させてもらって少しでも参考にしてもらえばなと思ってカメラ回してます。それではね、早速部屋に戻って購入の仕方とどれくらい安くなるのかっていうのもね見ていきたいと思いますので、パソコンの画面で説明させていただきます。その前にねタイヤのサイズを調べていきましょう。こちらね、日産デイズの標準で付いているタイヤを例に見ていきたいなと思います。デイズの標準のサイズはですね、タイヤには側面にサイズ書いてますので、これはねまずメモしておきます。これですね、155と65と R14、この3つをメモっとけば、検索すればたくさんタイヤ出てきますので、好きな値段のものを選ぶことができます。それではね、部屋に移動して見ていきましょう。行ってみましょう。はい、それでは部屋の方に移動してきまして、パソコンの画面を映してます。今ねこちら Amazon の検索画面になりますね。でこちらのですね検索窓に、先ほどタイヤの側面に書いてあったサイズを入力します。15565R14 ですね。今回軽自動車の日産レイズの純正のタイヤサイズを入力してます。入力しますと検索結果がこんな感じで出てきます。はい、今出てるのが、このちょうど中央に映ってるので、今回ちょっと進めてみようかなと思います。こちら Amazon でベストセラーになってますね。4本セットで、ブリヂストンの銘柄は低燃費タイヤのネクストリーになりますね。こちらが新品4本組で、送料税込みで 12,100円、めちゃくちゃ安いです。他にもいろいろ出てるんですけど、ダンロップだとエナセーブの EC204 とか、あとはこちらですね、東洋タイヤのトランパスの LUK とかですね、これは5370円、これ1本の価格なんで、4本だと21,000円ぐらいになるのかなと思います。あとこちらも東洋タイヤの SD のケース成分になりますね。こちら3340円なんで、これ1本の価格なんで、4本必要な場合は4倍になるといった形ですね。他にも銘柄に強いこだわりがある方は、例えばダンロップのルマン5とか、その辺もね検索すれば出てくると思いますので、自分の好きなメーカーを選んでもいいかと思います。今回はこのベストセラーで価格も安い、国産メーカーでっていうところで、12,100円を例にどれくらい安いかっていうのを見ていきたいと思います。こちらポチッと押すとね、詳細画面に飛びます。それではしてみます。こちらが詳細画面になりますね。新品4本で 12,100円、送料も消費税も含まれております。めちゃくちゃ安いですよね。でこちらなんですけど、どれぐらい安いかっていうとですね、こちらがですね、ちょっと某インターネットショップの価格なんですけど、6340円税込みになりますね。こちら送料は無料なんですけど、これ1本の値段なんですね。これ4本必要なんで4倍必要になります。そうすると25360円になりますね。すでに Amazon の方が半額以下で買えるということになります。ネットショップでも全ての店がものすごい安いわけではないので、このように値段には大きく開きがありますので、Amazon は一番安くはないんですけど、選びやすいですし、大手なんで無難かなといったところで、今回は Amazon でシミュレーションしてます。この価格なんですけど、約25,000円ですね。で実際はカー用品店とかディーラーとかタイヤショップに行きますともっと高いですね。おそらく35,000円とか40,000円ぐらいするんじゃないかなと思います。もうね、Amazon で買うより2倍どころじゃなくて3倍とか、下手したら4倍ぐらい値段が変わってくるので、もうね、もう数千円の世界じゃないんです、安いのが。これをねどう考えるかだと思うんですよね。はい、あとですね、タイヤだけでも、もう今見ただけでも数万円違うというのが分かっていただけたかなと思います。そして今映しているのはタイヤを注文すると、自宅にねタイヤ届きますので、それを車に積み込んでですね、あとは交換してくれるお店をね探す必要があります。自分でできる方はね無料なんでいいですけど、ちょっとねなかなかハードルが高いと思いますんで、僕もそんなタイヤ交換なんてとてもできないですし、お店を探します。だいたい皆さん地元にね持ち込み交換
感してくれるところあると思いますので、今映してるのは自分がいつも行ってるところです。でこれで見てみると、今回14インチなのでここですよね、12から16インチ。でこの赤いところ、僕がいつも行ってる店はネット割引が効くのでこの値段になりますね。4本で6050円税込みになります。この値段を出せば持ち込んだタイヤを交換してくれます。あとはですね、まあ、古くなったタイヤを捨てなきゃいけないじゃないですか、まあ、自分では捨てられないのでお店にお任せするんですけど、その際は16インチ以下なので1本あたり330円になりますね。はい。なので4本で1320円追加でハイタイヤのお金がかかってきます。でこのハイタイヤ代の1320円とこのタイヤ交換の6050円を合計しても7370円になりますね。あとですね、まあ、タイヤ自体も Amazon で買えばかなり安いというのを見ていただきましたが、タイヤ交換の工賃もですねだいぶ変わってきます。今映してるんですけども、ネットで探した安いところだと持ち込み交換4本で6050円、ディーラーだと2倍ですよね、12000円、カー用品店でも1万円ぐらい変わってくるので、こちらもまたね5、6000円平気で変わってきますので、タイヤ代と合わせるとですね平気で本当にですね2万円から3万円14インチの軽自動車用のタイヤでこれだけ変わってきちゃうんです。もうあれですよ、これが普通車の16インチとか、まあ、18インチとかサイズが大きくなればなるほど、ネットでね安いところ探して注文してですね、まあ、安いところで取り付けてもらうことによってもう数万円変わってきますので、まあ、その浮いたお金でですね、なんか欲しいもん買ったり美味しいもん食べてみたりですね、まあ、車検の費用に回してみたりとか、そういう風に使ったらいいのかなと僕個人的にはねすごい思ってるんですよね。なんでかっていうと、まあ、結構簡単で、もうタイヤって工業製品じゃないですか、まあ、同じ商品ですよね、どこで買っても物は一緒じゃないですか。同じものを買うのになんでそんな高いお金を払わなきゃいけないんだっていう、同じものを買うのに、まあ、片や1万円片や5万円なんでわざわざ5万円出さなきゃいけないんだって思っちゃうんですよね。どうせなら安く買いたいなって思っちゃいます。貧乏くせえよと言われてしまえばそれまでなんですけど、まあ貧乏なんでね別に気にはしませんが、皆さんねネットで買ったことないと、またこんな安く買えるって知らなかったと少しでもね思っていただける方がもしいらっしゃれば非常に嬉しいです。少しでもね参考になればねありがたいです。はい、本日の動画は以上になります。簡単ではありますが、インターネットでタイヤを買えば数万円安く節約できますといったお話でした。少しでも参考になったと思っていただけましたらチャンネル登録いただけますとありがたいです。次の動画制作の励みになりますので何卒よろしくお願いいたします。それではまた次の機会にお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。